にあなたのフィギュアの歌は心に染みました。ありがとうございます、閣下。でも今宵はまだまだお楽しみをご用意しておりますのよ。実はマキシムのクリセットたちの歌と踊りをダリロビッチ伯爵のために特別にご用意してありますの。それは素晴らしい。あのマキシムの連中をここへ。
用されたダム微妙な立場について。私なら相手を撃ち殺してやる。私ならそいつの首をへし折ってやる。彼女のことは諦めるよ。何のそうなんだね。妻に浮気をされた夫の話です。ああ、それなら私には何の問題もなくて大助かりだ。おお、それにしても女。Oh, no.
やだな、電報といえば NTT 東日本に決まってる。ミニエレキャーもうまくいってるようでない、そうらしいですな。あ、私めが、はい、あ、ちょっと、こうではない。もし、グラフェ、どこ悪い。はい、普通に読めば、ローマ字読みなのですみません。ああ、よろしいでしょうか。もし、グラバリ夫人の財産が流出したら、我が国は破産する。ああ、どうしたらいいですか。わかりました。ああ、そうだな。では、では、8時までにみんなで文明を考えて、この東屋に集まる。私は平粛な人妻です。ああ、楽しみ。
念じて裏道の鍵を閉めてくれ。了解しました。パッカー、8時ちょうどです。神の相手が見つかったぞ。見つかった？誰なんです？いや、それはまだわからない。あ、そうだ、鍵穴から覗いてみよう。それはあまり品のいい行為ではありませんな。あ、そうだな。では私。何をするんだ、わしが覗くのだ。おかしいな、何も見えない。はい、か、鍵穴から覗くときは両目ではなく片目の方がよろしい。わかった。こうか。よし、暗くてよく見えるな。ああ、髪が見えたぞ。あ、女性、お、どうしました？うわぁ。わぁ。と、わぁなぁ。わぁなぁ。あぁ、覗いておいた。誰なんですか？わしの家内、バランシェンヌだ。奥様？確かにこの目で見たのだ。ねえ、何がおかしい？出てくるバランシェンヌ、出てくるのだ。Oh, yeah.